竹もねの2人が結婚したら人気が落ちるかっていうね なんかすんごい。これ、なんか嫌じゃん。変なカード出たらね。うん。まあ、2人が結婚したら人気が落ちるかどうかね。落ちるかって聞く？なんかこれ聞き方も難しいよね。落ちるかってなったら、ちょっと難しい。質問の仕方がね、結構タロットってね、難しいんですよ。うん。だから、私の中で、こう、しっかりと、テーマを定めなければっていうのがあって。まあいいや。二人が結婚したら人気は落ちませんかっていうね、そういう質問なんで。はい、見ていきます。ああ、おう、って なんか、あれですね、人気が落ちる。というよりも、結婚したら、家庭をこさえてっておばちゃんの言い方やね。こさえて、子供も産みたいし、なんか仕事よりも、結婚したら、そっちにまず力を置きたい、重きを置きたいみたいなね。そんな気がしますね。うん。で、まあ相変わらずのね、このカード出ましたよね。うん。まあでも、モネちゃんは、結婚して、まあ、例えば子供ができても、また、こう、なんか、心機一転っていうのかな、それを抱えながらも、戻ってくるのかな、何かしらの仕事をしていくんじゃないかなって思いますね。うん。この間ね、さっきも言ったけど、三浦友和さんと山口百恵さんみたいに、百恵さんが引退して家庭に入ったっていうことありましたけど、今日のこのカードの展開見ると、家庭に収まるっていうよりも、なんか、やっぱ才能を生かして、この魅力のある方なんで、結婚しても活躍していかれるんじゃないかなって思いますね。まあ、どちらもね。うん。ただ、結婚したら、まあ人気どうのこうのよりも、お二人は、まず、しっかりと、団らんをして、子供も欲しいとかね、そういう思いの方が強いんじゃないかなって思いますね。ね、なかなかいい展開じゃん。うん。ということです。ね、どうでしょうか。